画面止まりの皆様こんにちは、ふつぼです。では今回、また悪魔城ドラクラ月間の予想曲やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回からですね、消費アイテムが、消費しなくなる、アイテム、デュプリケーターを、使用してのプレイをやっていきたいと思います。消費武器のみを、使ってのプレイをやっていきたいと思いますね。まずはそのデュプリケーターというのを、購入しなければいけないんですが、それが50万ドルというとんでもない、高額なものなんですが、まずそれを集めることから、お金を集めることからですね。まずは、序章を、クリアしていきたいですね。もうそろそろダークインフェルノが来るので、これを壊します。もうそろそろまたダークインフェルノは来るかと思いますので、しっかり出します。ヘルファイアの時にヘルファイアを消しつつ、攻撃をしていきます。もう一つはダークインフルエンザですかね。そう、第2段階ですね。ここからはハイドロフォームで一気にダメージを稼いでいきます。もう一発。バカだ。この私が。ドラクラ伯爵をノーダメージで倒しましたね。幾多の死闘の末、闇の神官シャッ。さあ、ここからは本編となりますね。最初のドラキュラを、倒した状態によって、アルカドの能力が変化するようになってますね。ちなみに今の状態ですね。いつもと一緒なので、飛ばしてみましょうかね。はい、増殖につきますね。ここで、G から
いろいろなものを、購入できます。今回の、メインの、デュプリケーターもこの G から、購入することができますね。この、呪法点という敵から、たまに、1000ゴールドが、出現することがありますので、もし出たら嬉しいですね。でここに出てくる、武具辞典という敵からは、たまに2000ゴールドもらえる時があります。この先に行くと、G が待ってますね。これについてだ、ちなみに今売れるのはこの10本だけですね。ありがとうございます。これについてだ、で、絶対必要不可欠な、アンロックジュエルをありがとうございます。これですね、デュプリケーター50万ゴールド、今持っているのが2408ゴールドなので、ではまたのお越しを。非常に遠い道のりですが、頑張って集めてみたいと思います。実は、このデュプリケータープレイ、私がよく拝見させていただいております。 T 先輩という方の、動画でも、やっておられましたね。早い時点に、デュプリケーターを取って、そこから、無限アイテムプレイという動画を、私も拝見させてもらいましたが、非常に、面白そうですね。消費アイテムですとやはり、使うのをかなりためらったりして、最後まで使わなかったりもしましたので、もったいないんですね。さあでは、どこでお金稼ぎをしようかと、悩みますね。先ほどの武具辞典や、呪法典から、ドロップゴールドをもらうのもいいですし、こういうろうそくを使い捨てのゴールドを、取るのもいいんですが、50万ゴールドですので、なかなか、骨の折れる作業ですね。リプリケーターを、取るまではとりあえず、今装備している、できる限り強い装備で、できるだけ死なないようにというのも、あそこのゴールド欲しかったんですが、あ、取れました。ここでエレベーターを作動させます。
このエレベーターを動かしたことで、ここが悪用になります。で、ソーローグフを取りますね。ではまずワープ部屋を解放しておきましょうか。ここワープ部屋ではなくて、スケートでしたね。あ、竹戸は1個上でしたね。あ、ここで間違いないなかったと思いますね。これで、白入り口と、連絡通路が開きます。さあと、その、D 先輩という方の、動画ではこの外壁の下の方に。取れるところがあるということで、ここの通路ですね。ここを連続して取るということで、これで一気に100ゴールド。この100ゴールドは、ろうそくから取れるのは確定しておりますので、あとは連続して取るだけですね。この画面切り替えをするだけで、この100ゴールドは、何度でも取れるようになります。これが50万ゴールドということなので、今が3183ゴールド。これが5000回ということでしょうかね。
なかなか根気のいる作業ですね。増殖法で、呪法点と、無具辞典を倒すというのは、本当レアドロップなので、運も関係してきますのでなかなか大変なんですが、これは確実に100ゴールドは手に入るということなんですがね、それでもなかなかの根気が必要となります。これで4500ゴールドですね。この、上にいるやつを倒して、この公式の裏技で、発表されております。ここの下のダイヤナックを、手に入れておきましょう。探せば、もっと効率のいいところがあるかもしれませんね。なかなか100ゴールドなんですが、ちょっと根気がありますんで、ちょっといろいろ巡って調べてみましょうか。はい、錬金術研究棟に来ました。ここで、私なりんですが、なかなかお金稼ぎにはいいと思う場所がありますので紹介したいと思います。ここですね、50ゴールドなんですが、画面切り替えからすぐのところにあります。この50ゴールドを何遍も取るという作戦で、50万ゴールド、貯めていきたいと思います。それでですね、しばらく、この撮影はお休みさせていただいて、撮影してないところでコツコツと貯めていきたいと思いますので、アイテム無限プレイ、しばらく、次の更新までお待ちいただけますよう、お願いいたします。それではですね、セーブをして、終了したいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は、
アイテムを、消費アイテムを無限に、使用できる、デュプリケーターを使ってのプレイの序章といたしまして、お金を稼いでいく方法を、少し、紹介しながら、進めていきました。50万ゴールドまでの道のりは非常に長いですが、それに行き着くためのお金集め、それを、頑張っていきたいと思います。お金集めの方法には、私がよく拝見しております T 先輩という、動画のアップ主がおりますが、その方の動画を見ていただければ、テロップなどもついて非常に分かりやすく説明しておりますので、そちらの方を、ご覧いただければ、分かりやすいと思います。それでは、このデュプリケーターが、買えるまで、しばしのお別れとなります。悪魔女ドラクラ月下の予測曲は、しばしのお休みさせていただきますが、その他の動画では、どんどんアップしていきますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。